私いかがでしたか。はい、というわけでいい感じに晴れてきました。やっぱり今日暑いというわけですね。今こう集合場所におりまして、これからそれぞれの時間になったらなんかハイエースかな、バンに乗って桃狩りの現地に向かいます。はい、ワイワイを運んでくれるはずのバンが今バッテリー上がりになって今ちょっと復旧中でございます。少々お待ちください。取ってください。はい、じゃあこれで一回それにお持ち帰りを飲む。お持ち帰り靴かな、ね、じゃあ行きましょうか。よいしょ。なんか今年はこうやってなんか車で移動してること多いよね、現地で。はい、首にタオル巻いておっさん臭いね。イエーイ、私農家パーマ。あ、確かにパーマ良一。どうか着きました。桃、これ面白いな。どうじゃない、桃が木になってるの考えてほとんど見たことない。初めてかもしれない。初めてかもしれない。というわけでまずは桃狩り箱に行ってみましょう。ちなみにこれね、一人ね参加料金が800円だから安いよな。はい、大きさが全然違うの。全然違う、本当。これよりこっちの大きいな。ほらでっか、ほら確かに完了。入らない入らない。すごい。お邪魔します。お、中が見るとすごい、桃がすごいいっぱいある。はー、チン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 。サツシ君が選んだのは今だ。桃取りました。綺麗だねこれ、すごい綺麗。サツシさんが3つ詰めるとか言ったけど入りそう。入らない入らない。グルさんどんな感じ。あ、これ綺麗。これどれにしよっかな、どれにしよっかな。先に行って食べれますから。はい、こんな感じ。桃狩りをして帰ります。食べる時間が遅くなりますよ。だそうです。なんか微妙に忙しかったね。忙しかったね。わーっとわーっと桃狩りいたしました。うた、あった、モンスター、モンスター、後頭部に当たった。桃狩りの終了いたしました。こっから戻ります。戻ったらか、桃さん、おお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 、高速で帰ってた。おお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 お。結構贅沢だね。テレビでもいけるよ。いかがですか。甘い。甘い。甘いね。今まで何回かさ、お土産屋、お土産物屋さんのところでさ、一番美味してたもん。試食食べ放題みたいなとき、あれってでも割と硬かったじゃん。ちょうどいい、うん、ちょうどいい。ちょうど直してて一番いい感じよ。すごい。いただきます。うまっ。桃いくつ食べていいの。すごい家出ます。めちゃくちゃ美味しい。桃いくつ食べていいの。体にいいほどで。いや、だいぶ食べられたよ、この人。向いております。食べ放題ってことだけど、これ一個大きいのとすごい柔らかいから、これ、うん、手で向けるのとね、包丁で向けるのと。相当ボリュームあります。いただきます。冷た、冷たくて甘っ。甘いよね。食べ
チキンいかがですか。美味しいです。美味しいです。これさっき1個食べたんだけど、うん、かなりボリュームが。いただきます。はい、結構な量ですね。どうですか。よく茹でてめっちゃ甘い。2個でお腹いっぱいになるかもしれない。私ね、まだね、3つ目で次4つ目行こうかなって感じだね。ああ、とてもお腹いっぱいになりました。結構苦しくなりました。こんなに食べたのね、多分生涯。いやー、これ2個半、3個ぐらい食べて限界きた。そうだね、私は最後どれにしようかな。これすごい綺麗だね。うん、すっごい綺麗だ。もう真っ白いが。両一苦しそうじゃないけど、大丈夫か。うち何個目よ。これ3個目。これ結構3個で来るね。ちっちゃいの。これしよう。はい、ありがとうございました。なんかこうさ、ルイチ食べ過ぎなんかこ体こうくねりたくなる。これなんだろうこの。あ、飛ぶ方だ。うーおお。糖分と水と。食物繊維をいっぱい食べてます。タッポンタッポンになる。桃ってすごいね。美味しい。ちょっと最後に一口。これぐらい出るが一番甘いって幸くんの。おお。ありがとうございます。はい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 。私もいかがでしたか。私腹いっぱい食べてどうか買ってくって食べましたか。お腹空いた。なんちゃって。いや、どっちもしばらくもう食えんぐらい食べた。1000円だって。おお、すごい。ありがとうございました。満足しました。